どうも、キューチの願いまずです。おしゃしゃ、ま、ま、前沢。自衛隊からその呼び名やめろというわけでですね、今回、まずラビリの都市伝説シリーズでございます。まっちゃん。というわけでですね、都市伝説の世界的権威、ミスター関を呼んでおります。うわどうぞ、お願いします。なしいやー、ミスター関、アメリカ軍は永遠に強いぞ。叩えるだよ今回の都市伝説は、今も SNS 上で賑わっているお金配り。これに当選した者は、犯罪に関わってしまうかもしれないので。というわけでですね、今回その SNS 詐欺について触れていきたいと思います。ファッション通販大手 ZOZO の創業者である前澤友作氏が2019年頃からやり始め、 SNS 上である種の熱狂を巻き起こしたお金配り。前澤氏はその一連のお金配りによって Twitter のフォロワー数は1000万人、 LINE の友達も1400万人増え、さらに自身のアプリには500から600万人の流入があったことを告白してるのよ。バンしろ怒んなよお前これまでに配った総額は約32億円に上るというけども、 SNS 上におけるここまでの影響力をこの金額で得られるのであれば全然安いものといった見方が主流なようなのね。元邪情系ハードコア系バンドドラム豆知識じゃないかそして前澤氏の成功を受け、 SNS 上では有名無名を問わずお金配りの禁止となるものがひっきりなしに現れる昨今、他の人が SNS 上でも実施しているのがよく見られるのね。そしてそれに応募した人が最終的に逮捕される事態になったというエピソードが SNS 上で大いに話題となっており、注意喚起の声が広がってるのよ。この渦中のツイートによると、 Twitter 上にあったお金配りに応募したという連れの息子は先方より2万円が当選したから振込先の口座を教えろと言われ、それに応じたところ、口座には200万円の振込がされていたというのよ。そして先方が間違った額を振り込んだとのことで、その200万円を直接手渡しすることとなり、その際にお礼として10万円を受け取ったというのね。問題じゃねえよところが後日、その連れの息子は詐欺の受け子をしていたという疑いで逮捕されてしまうというまさかの展開になってしまったのよ。当然のように本人は全く身に覚えがないわけで、容疑を否認しているため接見もままならなくなってしまったという。口座番号教えてくれたやつ、4600万円送ってあげる。某事件じゃねえかそして今回取り沙汰されている出来事は、そんな状況をまんまと逆手に取った行為のようで、その真相は明らかにはされていないものの、どうやら詐欺グループの資金洗浄のために利用された可能性が大のようなのね。要するに詐欺グループが自らの口座にそのまま入れると足がついてまずいといった類の金を全く無関係の第三者を経由して現金化した状態で受け取ろうという狙いだったのよ。現玉いいよね触ったことねそして騙された側は無意識のうちに受け子どころか出し子としても犯罪行為に加担することになってしまう。いやこういうさ、投資詐欺とかプレゼント詐欺って間違いなく反社絡んで、そうですね、うん、大丈夫、やたがらス来るぜ、たまんねえだろそして詐欺グループ側としては200万円を振り込んだ時点でそのまま逃げられてしまうリスクは当然負うのよ。しかしただ騙される側もお金には少々困っているものの、少年は善良なのか、さらにお礼として10万円をさらにもらえるということもあり、そのまま持ち逃げして捕まるリスクを考えればということで先方の還元に乗ってしまったのね。最近では銀行口座を新規開設してそのキャッシュカードを送れば、後日口座にお金を入れてカードを返すという言葉に騙され、その通りにしてしまう手口が頻発しているという事件も発生しているのよ。金銭的な被害だけでなく、最悪逮捕される事態まで招くということで、SNS 上からは恐ろしいといった声も上がっており、騙す詐欺グループが悪いという話だけども、その一方で、騙される側の情弱ぶりを批判する声も上がってるのよ。甘い話には裏があることは決して忘れてはならないよね。騙されちゃう。視聴者嫌いかよ